アクセル・トスカは、キューバの首都ハバナ生まれで、現在は、アメリカ合衆国ニューヨーク在住のジャズミュージシャン。世界的にも知られる、キューバの歌手シオマラ・ラウガーを母に、キューバのシンガーソングライター、アルベルト・トスカを父に持つ。シンガーソングライターであり、ギターとトレス奏者である父、アルベルト・トスカと、世界的に著名な歌手である母、シオマラ・ラウガーから音楽家としての影響を大きく受け、 幼少時からキューバの伝統的な音楽に囲まれて育つ。初めて興味を持った楽器はギターで、その後7歳の頃にピアノを始め、その頃歌も始めた。またキシマララウガーの音楽監督をしていたオマール・ソーサも彼に多大な影響を与えた。アクセルは現在も母親と音楽活動を共に行っている。15歳の時にティンバのバンドデニス・イス・スイングに参加。 そこでティンバのグルーブを学ぶ。その後、歌手のテテ・カトゥーラこと、テレサ・グラシア・カトゥーラ、ラテンジャズのレジェンド、ボビー・カルカセス、キューバン・ヒップ・ホップグループ、ザ・ルーズ、ミゲル・セルト、ブエナビスタ・ソシアル・クラブのティンバレス奏者アマディとバルデスなどと共演を行う。アマディとバルデスは彼にとって、アメリカに拠点を移す、決心のきっかけとなる。2005年、 アメリカ合衆国に移住。その後、2年間、ラスベガスで行われるアメリカで最も大きな、キューバのショー、ハバナナイトに出演する。その時に、ジョージ・クリントンパーラメント、ファンカデリックにスカウトされる。2009年には、ニューヨークに拠点を移し、ニュースクール・オブ・コンテンポラリー・ジャーズ、パーソン大学にて、奨学金を得、学士号を取得。同時期に、彼のグループ、 ニティを結成。現在のところ2枚のアルバム、ピース・ラブ・アンド・ミュージック、ニティ・イズ・パワーを制作。スティーブ・ガッド、ピノ・パラディーノ、DJ ・リートル、ルイ・ベガ、リサ・フィッシャー、ソウル・ツー・ソウルのキャロン、ウィーラー、ベベ・ビィナンス、クラーク・シスターズ等と共演。母親である、シオマ・ラ・ラウガーの2枚のアルバム、ラ・ボス、 ティアーズルンバをプロデュース。その他、マイケル・モーム、ゲイリー・ハウス、ジェフ、タイン、ワッツ、ジェームズ・ジーナス、ロン・ブレイク、ロイ・ハーグローブ、ルックス・スカーティス、ジョバンニー・イダルゴ、ルイス・セレーナス、キャンディード・コメロ、パブロ・ミラネスらと共演。キューバ人ミュージシャンを描いた、日本とキューバの合作ドキュメンタリー映画、CU、バップ・キューバ、ニューヨーク・ミュージックドキュメンタリーに主演。 ありがとうございます。